はい、本日はこちらのカラージェルを使用していきたいと思います。スモーキーピンクとピンクとシークレットはパレットに出して使っていきます。それではスタート。はい、ではまずこちらホワイトのジェルとベース&トップコートをパレットで混ぜていきます。混ぜた乳白色を塗っていきます。はい、ではライトに入れます。はい、では次にこちらベース&トップコートを塗ります。ではこちらの上にこちらの3色を塗っていきたいと思います。ではお鼻を上と下に2箇所に描くので、ちょっと上と下に色を入れていきたいと思います。ではこんな感じでライトに入れます。はい、ではこちらを1回ベース&トップコートで仕上げていきます。はい、ではライトに入れます。はい、ではこちらの未硬化ジェルを拭き取ります。はい、では次にこちらホワイトのジェルをパレットにのせて使っていきます。使う筆はこういった細めの筆を使います。ではバラを描いていきます。こんな感じでライトに入れます。はい、では次にこちらベース&トップコートを塗ってフォローを置いていきます。
ライトに入れます。はい、ではこちらをベース&トップコートで仕上げていきます。はい、ライトに入れます。はい、では無効化ジェルを拭き取ります。はい、こちらでセリアのジェルで作るバラネイルの完成です。本日も最後までご視聴ありがとうございました。